こんにちは。今回はウィズスナップ第3弾ということで、おしゃれな人たちに秋服を紹介してもらいます。これまで日々のスナップ撮影をお願いしたモデルさんや、最近個人的に気になるモデルさんにも新たにお声掛けさせていただきました。ビビのエディターの先輩にも出演してもらうのでお楽しみに。ビビ、たなほです。よろしくお願いします。お願いします。そしたら早速、今日着ているコーデのポイントを教えていただきたいです。はい。今日のポイントは、なんだろう。プリーツスカートとこうシャツとカーディガンで、ちょっとプレッピーっぽい感じなんですけど、ちょっとこう肌が見えるようにしたりとか、なんかいい子っぽくなりすぎない感じにしているところがポイントです。ちなみにそのカーディガンとシャツはどこのですか？カーディガンがパーバーで、シャツがネイスっていうブランドになります。このパーバーズのやつは全然今年の今季のとかじゃないんですけど、コーデを締めたい時とかに着たりします。アクセサリーがすごい気になったんですが、はい、これがディオクトリアのアクセサリーです。こっちでもこっちでも使えるみたいなやつ。これがマルテヴィンテージ。このキティちゃんがナディアです。ネックレスはこの両方ともナディアです。あ、そうなんですね、はい、かわいい。重ね付け、重ね付けです。目立つやつボンって1個の時もあるんですけど、こう細めのやつと2連付けとかは結構するかもしれないです。バッグがオットリンガーのやつです。ここでも持てる、ここでも持てる、すごい。スカートはどこの？スカートはリリーブラウンです。うーん、このスカート買った決め手というかあったりします？丈と色と素材がすごいしっかりしてて、で可愛いと思ってその場で買いました。はい、じゃあお買い物するのはどんなブランドが多いですか？買い物するのはバラバラなんですけど、お気に入りというか自分に結構刺さるのは韓国のブランドが多くて、アンダーソンベルっていうブランドとザ・オープンプロダクトっていうブランドと、他にもあるんですけど、そこが最近のお気に入りで、今着てるこのネイスっていうところも韓国のブランドじゃなくて日本のブランドなんですけど、そのブランドにしかない形のものとかデザインのものが多くてお気に入りです。あとあれですね、ネイルとかも青だったし、はい、そのシャツも青色なんです。結構青好きですか？青が大好きですね、うん、カラバリの中に青があると青を選んじゃうことが多いですね。こう買い物の時とか気をつけるようにしてます。なんか青また手に取ってたら、また青だと思ってちょっと違うの見たりとかするようにしてます。本当に大好きなんですね。本当に好きですね。一番なんか目がいっちゃうかもしれない。アナホでした。バイバーイ。ビビ。So now you're here again, knocking on my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave.See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better with you. こんにちは、モデルのレイヤーです。21歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずアイテム一つずつブランドとかを教えていただきたくて、ジャケットがアンダーカバーです。アンダーカバー。後ろも可愛いんですよね。サイズ感も結構ダストで可愛いです。締めてもこんな感じ
かわいい。サイドのこの両方が、そうなんです、ここがこっちとこっち違う、違う、ちょっと前のアンダーカバーのショップ服になってジャケットになってます。この今回のテーマというかポイントはやっぱジャケット、うん、ジャケットですかねでもスカートもなんかちょっと大人っぽいレディースかな、ちょっと後ろは結構ロングのタイプに見えるんですけど、はいはいはい、前はプリーツで足がちょっと見える感じになってるので、そこでレディースさ出して、上はちょっときつめかなっていうか、黒でレザーなのでそこのバランスを合わせました。かわいいちなみにそのスカートはどちらのですか？これはオフホワイトのスカートです。へえ。この紐がついてて、うん、結構ハイウエストなんで、はい、なんかクロップドのニットとか合わせても可愛いスカートで履きやすいので使ってます。これはセントマイケル、はい、Tシャツで結構着てるんで、結構色合わせて着てだいぶいい感じになってきてます。使用感がいい感じでおしゃれですね、はい。普段、はい、お買い物をするとき、どんなところで買い物、服を買われてますか？は主に、まずインスタのサイト、海外のやつとかいろいろ見て、それで欲しいものがあったら、ヌビアのセレクトショップドーバーとかにはちょっときつめの、もしなんか攻めた服とか欲しければそういうところで買ったり、トゥモローランドとかのセレクトショップもたまにフラットに行っていいものあったら買ったりとかします。あとメルカリもめっちゃ使います。最近こうお気に入りのコーデのテイスト的にはどんな感じですか？あ、テイスト的にはオーバーシルエットってよりかはちょっとタイトめな感じが最近は好きなので、ピンタレストとかで服調べ、なんかスタイリング調べるときとかは大人っぽいレディースのちょっとタイトな感じの服を見てます、スクロールしてずっと。以上、レイヤでした。バイバーイビビビビ編集部で、普段はファッションの企画とかタレントさんの企画を担当しています、三浦のぞみです。よろしくお願いします。お願いします。コーデのテーマを教えてください。はい、今日のコーデのテーマは、展示会で届いたものを着てみた用コーデです展示会ですごい気になって買ったアトモスピンク のベストです。ワークベストかな、ちょ渋めなベストなんですけど、うん、だからあえてこうちょ大きめ選んだんですけど、中はこうやってちょっとぴったりしたセカンドスキンか、うん、こう合わせました。このスタッツはもともとついてるんですけど、うん、缶バッジとこのピンは自分でつけました。ちょっとなんか知り合いのブランドとお気に入りのコーヒー屋さんと、これはなんか、どっかのセレクトショップで買いました。かわいいこうちょっといっぱいにするのが、この秋冬の目標です、はい、そのセカンドスキンの服はどちらのですか？これはね、前もちょっとビビで紹介させてもらったんですけど、ニーナさんっていうモデルさんがいて、その人がやってるクマラっていうブランドのトップスです、うん。なんかちょっと和柄系のものが多いと思うんですけど、これもちょっと網目模様でちょっとだけワンな感じが、なんか逆に可愛いなと思って気に入って、今年の秋もいっぱい着ようと思ってます。
好きに、はい、三浦さんお気に入りというかいっぱい持ってるデニムの、はい、うちのそう。でもこれはちょっと、はい、今年、まあ、めちゃめちゃ流行ってるローライズにチャレンジっていうことで、いきなりやっぱそういう高いブランドオーシャンのものとかをっていうよりは、これはなんと3点ぐらいだったかな。H&M のデニムなんですけど、でも可愛いですね、本当。そう、なんかシルエットがめちゃめちゃ綺麗で、試着した瞬間にこれって思って買いました、うん、ちょっとだけフレア持ってるんで、ローライズって本当にスタイルがよく見えるか心配だったんですけど、うんうん、多分このフレアのおかげでもあってか、そんなになんかこう気にならないかな。マーチン履いて、マーチンもで持って、そう、こんな感じで青を描いてます。で、ちょっとなんか今年 Y2K コースターみたいなのが入ってるから、このチェンベルトはちょっと前にアメリカ行った時にブランディーメルビル、あのビビでもよく特集してるんですけど、あれのブランドお店で買いました。コーデを決める時に参考にする人だったりありますか？参考にしてるのでも本当に誰がとかっていうのは、海外のインフルエンサーの人たちのコーデをバーッと買って、スクショして、うん、なんか、あ、こういうコーデしてたなと思って買い物の時に見直して、うん、同じようなアイテム買ったりとか、まあ、なかなか同じものは買えないので、うん、なんかそういう風に買いましたりとか、なんかちょっとこの秋冬ちょっとおじさんっぽいものをミックスしたりとかしたいなと思っていて、だからニコルちゃんのブランドカルナムールでも、うん、ちょっと渋めのジャケットを買いました。コーンジャケを買ってちょっと渋くおじさんっぽくダンディーに着たいなと思ってます。そしたらありがとうございました。ありがとうございました、以上ミヘラの秋上がる私服紹介でした。またね。